マーガレット王女と祖母メアリー王大号と姉のエリザベス1944年頃に描かれた王女マーガレットの肖像スノードン伯爵夫人マーガレット王女1930年8月21日から2002年2月9日はイギリスの王族でイギリス国王ジョージ6世と王妃エリザベスの次女姉は女王エリザベス2世 1930年8月21日、ヨークコアルバートと、非、エリザベスの第にし、次女として誕生した。1936年、オジエドワード8世の位に伴って、父アルバートが、ジョージ6世として、即位、両親と姉と共に一家4人で、バッキンガム宮殿に移住する。第二次世界大戦中は、両親と離れ、 姉エリザベスと共に田舎に疎開していた1944年、七条寺六世が空の英雄ピーター・ウィー・タウンゼント大佐を自重武官に任命したが、王女は一目で恋に落ちる。二人の関係は長く被されたが、1953年の姉エリザベス女王の戴冠式で王女と大佐の中睦まじい姿がマスメディアに暴露された。政府首脳と王族たちは記憶も 新しいエドワード8世紀の大義の二の前を演じさせまいと厳しい姿勢を取った。離婚歴があり16歳も年上の大佐と結婚するならば多い継承権は愚か王族としての年金受給権も剥奪すると告げ英国国教会としても結婚を認めないと決定した。周囲の人間すべてを敵に回したような状況で母のエリザベスを太合すら冷淡な態度を取り、 マーガレット王女に同情的だったのはその恋の始まりから知っていた姉のエリザベス女王だけであった。ただし女王も二人の結婚を願っていたわけではなく、二人が納得して恩便に別れることを望んでいたとされる。1955年10月31日、クラレンスハウス宮殿で王女は大佐と会うことを許され、それが二人の別れとなった。 大佐はベルギーのイギリス大使館に移動させられた。私はピーター・タウンゼント大佐と結婚しないと決意したことを、ここにご報告しますという王女の声明文が BBC で放送された。何人かの上流階級の男性と沖縄を流した後、1960年、写真家のアンソニー・アームストロング・ジョーンズと結婚した。 彼は王女が浮き名を流した相手の一人である既婚の三代目、グレンコンナー男爵、コリン・テナントの友人だった。結婚にあたり、アンソニーにはスノードン伯爵が助釈された。ファッション写真や王室写真家として活躍するアンソニーと結婚し、長男デイビッドと長女セーラーの子を得、ようやく幸せになったと周囲は思ったが、一方で自身の婚約直前に、 タウンゼント大佐が王女にのベルギー人女性と結婚したことにショックを受け、衝動的に婚約したという噂も囁ささかれていた。そしてファッション業界で生きる夫の乱れた生活、薬物乱用や派手な女性関係、同性愛関係などに始終悩まされ、結婚生活は早いうちに崩壊したという。1960年代後半から1970年代前半にかけては、 自身もマスティク島で上流階級や大富豪などのジェット族とのパーティー三昧の生活を送りゴシップ氏の常連となった。1970年代初めコリンテナントに紹介され自宅で雇った庭師である17歳年下の順段尺のロディルワイリンと二人きりで旅行に出かけたところを飛行機内で写真に撮られ王女の浮気が明るみに出た。その後、 1978年7月にスノードン伯爵と離婚。離婚後はミック・ジャガー、ピーター・セラーズなどの有名人との浮き名を流した。しかし次第に落ち着きを取り戻し、ロイヤルバレエ団の公演など芸術文化活動の中心人物になる。1979年の結婚後も王室内で孤立しがちだったダイアナ皇太子妃が頼ったのは慣例にとらわれない人柄であった。 マーガレット王女であったという。1995年、ベルギーでタウンゼント大佐が死去したが、同じ頃に王女も脳卒中で倒れ、車椅子の生活になった。2002年2月9日に皇居した71歳ボー100歳を超えた長寿の母、エリザベス王大号は、娘の死にショックを受け、3月30日に後を追うように放御した。ありがとうございます。